8月の中旬にしてマジックナンバー2が点灯していて優勝が目前にあるジャイアンツ、今回はその瞬間をお届けすることになります。そして神は残酷だ、これからプレーするのはヤクルト戦、それも相手の本拠地神宮での戦いですよ。今物語でヤクルトからいろいろ選手を取りました。サンタナ、村上、山田、奥川、全て金銭お金でね。それにもよって俺たちが強くなり、ヤクルトは弱体化した。だから仕方ないよね、このゲームでもしっかりと勝利をいただき優勝を決めようと思います。イージーに行きやしょ、アライチローのホームランで先制点ゲットで、あの古巣に対して何か打ってくれると期待したんですけど、山田村上が打つことはなく、こちらもピンチを作った菅野智之。こんな打線に捕まる必要ないと思うんですけどね、お前もう村上も山田もサンタナもいないんやぞ。何を捕まんねえ、いたらどうなってたんだろうね。初回からコッパみじんになってたんじゃないですか。菅野の肉片なんて何も残ってなかったんじゃないですか。まあ、でもいないから、当然こんなピンチにも簡単に抑えて初回切り抜けるよね。こんなピンチをまず作るな、作る方が大問題だ、簡単に言ってくれ。この辺はスムーズに流れるようね。で打線もすぐチャンスを作ってくれたらいいなと思ってたんですけど、またピンチ。だからこんな打線捕まるか、普通じゃないな、お前普通じゃない投手なんだな。怪我して能力落ちて、今の能力も大したことない、信頼もない、だからそんなお前が失点を許すピンチを作る、納得できるわ。今のお前ならばな、かつての姿ないんだよ。別にこのゲーム菅野じゃなくたってよかった、本当は山本とか千賀とか優勝がかかったゲームなんで、あの辺を任して胴上げさせたかった。ただ体力的に使えなかったので、まあ今日は使わずといった感じなんですけど、菅野を選択したが、まあゼロでは結果来れてるけどね。おっと、その菅野のバッティングから2点目を取ることができて、さあ古巣に対して優勝が決まるかもしれないゲームで、山田村上この辺で打って、もっと屈辱を味わわしていきたいな。もうここまで屈辱ですよ、相手からしたらね、生え抜き全部取られてで、ここでも負けて優勝を決められたら、もう屈辱的、もう死ぬんじゃないかな、ヤクルトファンはね。死んだ方がマシと思う苦痛がそこにあるかもしれないね。えい、セーフ、イチローの足早いんだな、これが残念。完全勝つ流れに入りました。まあ、このまま行くんじゃないすか。菅野5回投げたの無失点、結果良かったですね。ピンチは作ったけども、おっと、またチャンス取っとこうか、取っとこうか、屈辱与えていこうか、ヤクルトにね。何の恨みがあって、お前たちからこんだけいっぱい選手を取って、それでいてこれだけ勝利を積み重ねて、それでいて優勝をお前たち相手に決めなきゃダメなのかと言われたら、いや、ちゃんと理由はあるんですよ。というのも、物語の1年目2年目苦しめられたんですよね。だから物語の1年目で目標を成し遂げれず、物語3年目今に続いている。あの時お前たちがもしも俺たちに対して苦しみを与えてこなかったら、村上、山田、サンタナ、そして奥川までも取ろうななんて思わへんかった、絶対に思わなかった。でもあれがあるから今があって、今があるからこの先の未来があって、さらにボコボコにしていこうって思ってる。ここで村上に回ってきたが、もうジャイアンツの選手や、そして数字を残してくれている。ヤクルトだから数字を残していたわけじゃない、こいつはどこにいようが数字残せる選手なんですけど、ちょっと打てる球ではなかったね。結局3点のまんま来ちゃったな、もっと取りたいんですけど。菅野、おい、まだ投げていてピンチを作る、もう変えた方が良かったな。ここで大野雄大出してみましょうか。かつてのセリーグのエースリレーですよそれができるチームなんで、うちは全然違うからね、相手とは。そして抑えな、あかんで、何しと投げとんねん、ちゅう話。ちゃんと投げよ、もう OKOKOK。かつてのキレもないし能力もないこの2人ですけど、まあここまでゼロで来れたんだから、この菅野が渡してきたバトンを次につなげていかないとね。完璧なスライダーを完璧に打つ、ノリノリだから。まあ伊勢はノリノリの選手には打たれる宿命にあるんだよ。でもその後のバッターを抑えればいい。西浦何ができるというんだ、お前何もできねえんだよ。詰まって落ちる、詰まって落ちる、詰まって落ちるもない、犠牲フライもない、言っとけよそこくらいっちゅう話だけどな。オタクらここで得点取れへんかったらもう取るチャンスないで。中村、満塁男持ちではあるけど何ができるというんだ、お前ができることはみじんも何も残っていないから大丈夫。最後まで大野雄大でいきましょう。よし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 、はい、しっかりと掴んで、山田が掴んでアウトにするっていうね、すごく屈辱的な光景でしょうね。でも仕方がないね、現在を作ったのは過去のお前たちだから。あの時あんなことしなければ俺はこんなことしなかった、でもお前たちがしてきたからこんなことになっていて、全てはたどれば原因は自分にありますから、何事にしても。だから全部お前が悪いと胸を張って伝えようちょっと得点がお前の方はほんと取れてないのが残念なんですけど、あら、またピンチを作った、やたら多いな、こんな打線捕まるな。言うとんの、あげたばかりの山がピンチを作ってますね。まあ、しっかり抑えていきましょう。能力はまだまだありますし、はい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 、これ一つアウト優先的に、おいやすで、2アウトランナー2塁3塁で、次ハムレット、あ、こいつちょっと怖いんよね、対巨人戦よく打つんだ。これちょっと歩かせるという手もなくはないんだけど、まあ、一応勝負してみようかな。あ、よっしゃい、えい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 
えい、何でもかんでもできるのがこちらですからね。打ってよし、守ってよし、走ってよし、お前らができないこと全部できるのはお前らの選手を取ったからであって、あのこれからもやり続けたいと思います。そういう意思表明が止まらないね。これからこれからってやつがね。さあ、優勝は目前にあるのか。2位の横浜が大前提、負けてくれないとこのゲームで優勝は決まらないからね。またピンチを作った。わーっ、もう何を優勝目前でグダグダコダコダと、お前ここでグダる必要があるんだ、早く行こうぜお前よ。俺一番嫌いなんだよな、その目前にしてってやつ。何をグダってるんだよお前。ほんでそっから何か始まるわけでもないしね。1点は返されたがしょうもない形だし、どうでもいいっちゅう話ですね。うん、でそんなことよりも9回のチャンスはなく、9回裏増田が抑えてゲームセット。さあ胴上げ来るか来るか、来ました。2位の横浜が同時進行で負けたんだ。そしてうちが勝ったから神宮でヤクルトを相手にこういう胴上げを上げているという、通常ならばなかなか恥ずかしい光景っちゃ光景なんですけどね。というのも生え抜きがほとんどいないから、全部戸様じゃねえかっていうくらい外の選手ばっかなんで。でもいいんですよ、そんなこだわりはこのシリーズにおいてはないわけですよ。なんだろうがうまく使ってうまく勝ってきた。そしてこれからだってそうですよ。この生え抜きじゃない選手さ、確か多いジャイアンツかもしれないですけども、これで勝っていく。優勝3年連続41回目、物語を通じて3年間ずっと優勝してきてますが、ただ過去2年間優勝はしたけども世界記録を成し遂げることはできなかった。今年は違う、ここを通過した上で世界記録更新というゴールも見えている。だからそこに突き進んでいくだけ。この優勝にそんな価値はないし、もう興味はないんで、さっと飛ばしていきましょう。あ、ちなみに現在の監督イチローなので、イチローがこの監督インタビューを受けることになります。何言ってくれるんだろう。めっちゃ冷めた言葉しか言わないんじゃないですか。尖ってた時のイチローなんでね、こんな答えることもなかったと思いますよ。一言パンって言って帰ると思います。まあそれくらいしか言えへんわな。余計な一言言ったら大炎上しますからね。こんなヤクルトのファンがたくさん見守ってる中、てかよく来れたら何を見に来たんだっちゅう話だけどね。負けること分かっててジャイアンツの胴上げ見たくて来たってことなのかな。だとしたら相当のド M です、まあ、正直言うと理想的な勝ち方ではないかな。やっぱフルスン対してこの山田村上、この辺がもっと大きな活躍をして、よりもっと屈辱を与えていきたかった。与えられた苦しみってやつを倍の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 倍にして返したかったんですけど、それは必ず。でもこれからも苦しみを与える機会まだ残ってます。この動画でも残ってるわけですから、やっていきたいと思います。なんかこの優勝のご祝儀的なものはないんですか。例えば能力が覚醒するだったり、誰かがノリノリになるだったり、なんかそういうイベントもあってくれてもいいと思うんだけどな。優勝自体に俺は本当何度も言うけど、そこに対する喜びはないから、それプラスでなんかあったら喜べるよね。覚醒イベントとかないどころか能力下がってる。山田哲人の総力は A から B になる。え、でこれだけとかないよね。え、これだけ、え、これだけな。優勝してなおこれだけなん、悲しいね。何もなく、んじゃ仕方ないね。引き続きヤクルトをボコボコにする日々が続いていきます。さっきの試合やたらピンチが多かったんで、今日はそれなく行ってほしいっすね。やたら捕まってたぞ。この打線捕まるのはものすごく恥ずかしいことだ。それは自覚してるし、周りだって思ってることだよ。おっと、この打球いきなり逆方向逆方向逆方向、行くまでもないけど落ちたはしたな。オッケー、前日の活躍はなかったが、ここで打ってくれるのであればそれもいいし、なんだっていいですよ、誰が打ってくれたって。ヤクルトにはもう屈辱という屈辱をぶつけてるんだから、これ以上ぶつける必要はないけど、またぶつけることになります。ぶつけようとしてぶつけてるわけじゃないからさ、勝手にぶつかるんだよね。相手がぶつかってくると言っても言いましょうか。どう表現したらいいのか分かんないですけど、どの道そうなりますから、うん、当てただけのバッティングも得点を取るには十分でしょう。はい、オッケー。そこでホーム投げるか、普通。序盤途端2点で十分じゃねえのかよ、お前。何いきなりノーアウトランナー1塁3塁のピンチとか作ってんの？絶対いらないよね。めちゃくちゃ不必要でしかないけど、すごい評価下がるわ、今日打たれる投手。もうさっと行こうぜ、この4番のハムネット。通常なら怖いとこですけど、今日絶不調なんだね。もう楽に行かなきゃダメなところ、何をお前いきなりランナー出しまくってんだ。優勝して浮かれてんじゃねえ、そんな価値がねえって何度も言ってるだろ。優勝よりもここで負けることの方が大きな罪やから、今日打たれた投手は全員クビにする予定だから覚悟しとけよ、ボケ。はい、これ山田哲人うまく掴んでアウト。よかった、こんな状況で無失点で行けて。いや、行かなきゃダメだよ。そもそもピンチ作ることがおかしな話であってね。俺の願いを叶えろよ、抑えるという願いもな。これ以上ランナー出したら許さんぞ。オッケー、山田哲人のホームランが生まれて、また村上の打席を作ることができたね。じゃあここで一発で一気に点差5点差開けて、あと選手にお任せ。ただピンチの数は多そうだから、それはそれで大変ですけどね。極力やりたくないんですけど、なんか巡り巡ってくるんで。ヤクルトも意地を見せてる。なんか一つでも土をつけなきゃ、泥をつけなきゃっていう気持ちになってるんじゃないですか。胴上げ見ただけで終われねえってね。燃えてるからなのか、なんかやたらピンチ作る。そんなヤクルト戦ってなかったんですけどね、今季に関しては。やっぱこれだけ選手を取っとるわけやから、あってたまるか。でも今確かにあるんで、ちょっとまだまだ油断できないですね。あ、いったー。オッケー。これで点差取りま5点
点差いたので打撃に注目することはありません。チームのピンチに切り替えて、そのピンチの数がやはり多そうなんですけども、そこはどうだ。まあ作ることなく3回の裏行って4回、ああなかったね。今先頭バッターフォアボールだったけど、あ今松井にホームランが生まれて、さあ50本まであと1本。おい岡本31本目、もっとここで1点取られてピンチを作る。これだけの点差が空いた以上、いや空いたからだよね、空いたんだったら押さエロよっちゅう話なんだけど、このゼクチョのハムネット、ゼクチョを取って打ってくるのかこいつは。ほんと何なんだろうね。はい危ない、一郎の送球それてたけどね。メルセデスいい位置にいてくれたね、ナイスカバーですわ。あれ後ろコロコロ転がっていったら大変だったよ。ほんでその後フォアボールを与えてピンチを作るのはあかんけどな。いやそこちゃんとしろお前、何してんねん。このピンチがいらへん言うとる、言うとるそばから何をしてんねん。今の守備もおかしいけどな。え、何が始まるの、こんな点差になってさ。戸郷で行きましょう。ほんで、しっかりと抑えていかないとね。なんかちょっと嫌な流れに入りましたよ、これ。何か嫌な感じがしていて、そのまま、負けるってことないよね。お前優勝決めた翌日、これだけの得点を取ったヤクルト相手にさ、打ち負けるってことないよな、今のヤクルト相手。そんなことあったら、お前優勝なんてほんと何の価値もなくなるぞ。そんなんあったっけってことになるね。ここで負けることが何よりも屈辱的なこと。これはホームをアウトにして、おーイエス、おーイエス、おーイエス。これじゃ与えない。もうすでにいっぱい与えとるからね。これじゃ必要あらへんでしょって感じ。なんか抜けてくね、なんか抜けてくね、あの負ける時の空気似てる感じこれ。でここで満塁で重信に回ってきました。元ジャイアンツの選手のお前が何かやってくれるのか、この戦いの中で。いや何もできない、何もできない選手だからお前をクビにした。でお前は何もできずに終わっていく、きっとそうなるんでしょ。分かってる分かってる。高めの釣り玉反応がないのであれば最後フォークを落としてやればええ。それも反応がないのはお前重信じゃねえだ、誰だお前、あの YouTuber か、どっちなんだろうね。直球で外れてフォアボール、やっちまっただ。何してるこいつ、全く役に立たないゴミクズであることは確かやね。ええお前何が始まるよね、もうすでに始まっとるけどさ。最終的にどうやって終わんねんこれ、教えて誰か、わかんない、わかりたくもない、うん、反応ない、全く打ってくれないんだよねこの辺。死んでるわけじゃないんですけど、バットが折れて、バットが折れて、バットが折れて、やたら伸びて、やたら伸びて、やたら伸びて、うん、でも取れる範囲。よかった。でもこの回いっぱい得点与えたね。点差3点差になっちゃった。引き続き選手に打撃はお任せしようと思います。俺ができることはピンチで抑えていくこと。そのピンチがもうなくていいんですけど、ないだろう、さすがにね。大丈夫だと思いますよ。あとはセットアップはクローザーのリレー入るわけですから。はい、そこでまた打たれる !2 試合続けて中川が打たれる。ここに来て何をしとるんや、言うとん。やばいぞ、今いるランナー返されたら何かが始まってるけど、最終的に嫌な終わり方がする。お前絶対に避けましょう、それはね。分かってる分かってる分かってるから必死になるよね。声のトーンも一つ上がるよね。うん、だからなんでこれ追い込んだら全く振ってくれなくなるのって。負けるときこんな感じじゃねえな。一つアウト取るも点差は2点差っすね。8点取ってなんでヤクルト6点も与えないとダメなの。村上もサンタナも山田もいないヤクルトに、それがおかしいだろう。この現実を受け入れたくないし、あってはならぬことなんだけど、あるんだよ、なぜかあるんだよ、腹立つことな。正面ついてアウト、これでツーアウト、もうやらへん、もう散々やってきたんだからやらへんわ。重信お前ができることも何もない。さっきのフォアボールはちょっと予想外だったけど、早く終われ、早く終われ、何もないはずだからな。そこには松井がいるから大丈夫。最後クローザーで抑えるだけの簡単な話になりましたから、ここまで簡単じゃなかったですけどね。あっち行ったりこっち行ったりしましたけど、まあもうただ勝つだけの話ですね。追加点というものなく、は増田ホームランを許して点差1点差で、うん、最終的に抑えました。うん、8対7で勝ちました。勝ったって言えんの、その中身とか内容とか、これまでやってきたことを積み重ねたことを振り返れば負けでいいと思いますよ。なんで散々うちがこんだけお前らから選手を取ったの、また8対7という接戦を演じなあかんねん。そしてこのタイミングで松井秀喜に降格打法がつきましたね。ただでさえ能力高いの、またさらにつく。これ実は練習さしてたものですね。物語の1年目からずっと練習してたんですけど、ようやく今ついた。それがついたことによってさらに打つようになるんじゃない。なんか苦しいことが続くヤクルト戦のカードですけど、勝ってるのは事実。もう最後くらい楽に勝ちたいですね。現在チームは18連勝中。ちなみに今季の最多連勝が20連勝なので、それにだいぶ近づいていってる。こんなとこで止める必要もないし、つもりもないって感じっす。今日の先発山本由伸起用できるので君に決めた。あのさっきのようなゲーム展開にしたくはないから、お前に託し、お前で勝つ。軽くゆるく勝っていこう。あの今日くらいはね、由伸が投げるわけなんで、もう苦しいゲームにならないでしょう。なんか優勝した感一切ないんだけど、手応えとかね、あまりにも苦しいことが続いとるから、今日また
た続けばもう完全に消えるね、優勝した手応えってやつは。でもそんなこともないから大丈夫、村上のホームランで先制だ、気持ちよく打つことができた。でもなんか取れば取るほど相手も打ってきたりするからね、これかつてのヤクルト戦と全く同じよ。1年目はこんな感じだったんよ、得点取りました、でも取れば取るほど相手も追いついていきます、最終的に逆転されます、負けます。あの時味わった感覚というかそういうものが今戻ってきてんだよな。だからあまりなんか得点取らない方がいいんじゃねっていう感情になりつつあるが、まあでも吉野です、3点も取りました、十分でしょうね、完璧に抑えてくれました。初回もこの後もずっとずっと、もうそれでいいよ、ほんと苦しいゲームはもう1カード最低1試合まで、それが 2,3 試合続くってなったらもうちょっとね、あの耐えれない、いろんなものを漏らしてしまう可能性があるから、漏らさせないで、いい年こいた大人なんでね、僕もギャー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 言うとりますけど、結構いい年してるんでね、これじゃなんかもうちょっと恥をかきたくないというか漏らしたくないというかだから頼むよ吉野部、得点は3点だったから十分でしょう、今日は3点でいいと思えるゲーム展開にしてくれ、そして優勝の手応えをやはり感じさせてくれ、このカードで優勝したことは事実なんでね、終わってみればそうだな、俺たち優勝したよなっていう感じに包まれながらこの動画の幕を閉じて、次回以降また新たな戦いを迎えたい。吉野部、いきなり4番のハムネット、お前も4番のハムネットも打たれんのかよ、ほんと鬱陶しい選手やなあいつ、相手関係ないな、お前ジャイアンツのユニフォームを通してるってだけで多分打ってくるんやな、そういう選手やで、ほんでその後も繋がれて、結局吉野分しても苦しいことがどうやらある模様ですね。これここでノリノリのこの吉田がいるのもまた鬱陶しいんですよ、もうノリノリってだけで打ちますから、事実打たれてるこの戦いで、すごく嫌な予感してるが、まあでもここはもう犠牲フライには十分作る、いいですよ別に言ってはね、この後ピンチを作ることなく行ってくれましたから、はい、で岡本のホームランも点差もっと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 開けていこうと思ってるんですけど、開ければ開けるほどっていう、あのちょっとそういう怖さもあるんでね、もう複雑めんどくせなんであれだけで選手をいっぱい取ったヤクルト相手まだそんな感じになってしまうんだ、やっぱりなんか持って生まれたものというか、こびりついてるものというか、どれだけ見た目が見栄えが変わろうが、なんかヤクルトと巨人という関係である限り変わらへんのかな、この部分は何なんだろうね、もうとにかくめんどくせ、はい、OK、 山田のホームラン、村上、山田、できれば優勝を決めるゲームでこうやって打ちたかったっす、でも今打てたのであればそれでいい、それでいい、もうそれでいいからこれで終わろう、あとはチームのピンチに注目して切り替えて、はい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 、続いてどうぞ、打ってどうぞ、打ちまくってどうぞって感じっす。あのピンチを作らずにね、塩見に打たれてノーアウトランナー2塁、ノーアウトランナー2塁っていうのが多いんだよな、そのピンチの内容も非常に悪いっすね、今日は2アウトとかのピンチだったら全然構わへんのやけど、1アウトとかノーアウトが多いっしょ、そこからプレイしてるんで、まあ、そこからまた失点にも繋がってるしね、すごく苦しいですよ、俺が極力やりたくない場面を今回やらされることがあまりにも多いですね、そこへの嘆きが止まらねえ、がまあ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 苦手なハムネットを乗り越えて次のバッターのアウトを奪って、まあまたここでノリノリの吉田がめんどくさいところではあるんだけど、これも乗り越えてあとはゼロだ、ああ吉野部が取るから大丈夫、ブイブイ、どこまで行こうかな、まあ行けるとこまで行ってもらいましょう吉野部にはね、はい山田2打席連続のホームランで36本目、ここに来てなんかギアを上げてきたね、松井との差は随分とあるが、はい、大城の満塁ホームランが生まれました、またピンチ作るけどこんな点差でもうピンチやる必要なくないですか、ぶっちゃけ、まあ一応やるけどね、ええがな、ええがな、ええがな。まあでも打たれることによって防御率は上がるからな。そこの部分は上げとなかったっていうのが本音ですけど、まあええがな、ええがな。これだけのペースがあるんだから。もうこれ、吉野部である理由もなくないですか、うん、もうピッチャー変えていいと思いますよ。8回裏、抑えましたね。もうじゃあいいや。いけいけ、どうせならいけいけ、やれやれ。はい、行きました。楽に勝つことができたね。16対3と過去の2試合何だったんやっていう。まあでもいいですよ。今こうやって勝てて。こういう終わり方ができたら、このカードでリーグ優勝をしたんだなっていう感覚に包まれて、あの苦手だったヤクルト屈辱を与えて終わらせれて、いや気持ちいいですね。あ、そうだ、山本由伸ここまで19勝を挙げていて、この勝利によって20勝目到達、リーグ20勝を成し遂げる投手が令和に現れましたよ、それが山本由伸、うちのジャイアンツの名。そして嬉しいこと、村上が初球丸の獲得条件をクリアしました。ということで村上に特殊能力がついて、また一つ強くなりますね。まあついに広角打法がついたり、村上に特殊能力がついたり、苦しいこともあったけどいいことだらけですね。今回も一度も負けることがなかったんで、チームの連勝は19連勝まで伸びました。自己最多が20なので、それは確実に超えたいというか超えられる。次回プレイするのは阪神戦のカード、東京ドームで行われます。しっかりと勝って連勝を積み重ねていきましょう。今回のように、あ、今回のようにじゃないね、今回のような苦しみはもういらないから、あっさりと。最後までご視聴いただきありがとうございました。